どうもアイトです。今回は武器の育成に関する動画です。武器に限らず装備には能力、いわゆる固有印がついていないものもあります。しかし、この能力のついていない星がニャンニャン棒を、レベル99にすると、レベル1では何もなかった能力に、掘削印がつきました。つまり、レベル1では見向きもされない装備でも、最大まで育てることで何かしらの変化があるかもしれない。妖刀犬走り、TODR ではレア武器だったこの武器も、ロータスラビリンス R では最低ランクの、ブロンズクラス。ランクの低い装備には一部を、除きレベル上限が存在します。TODR では同じく、レア武器だった頼姫の剣。同じブロンズクラスでもこちらは、レベル30が上限。レベル24の時点で、能力の多段攻撃は攻撃回数プラス3の効果である。レベル上限の30に到達した結果、能力の多段攻撃は攻撃回数プラス4に変化していますね。さて、妖刀犬走りですが、レベル上限は99ですね。最初に確認した星がニャンニャン棒とは、違いレベル1の時点で能力も存在します。ブロンズクラスにもかかわらずレベル上限が99であることから、妖刀犬走りにも能力の変化が期待できそうですね。妖刀犬走りをレベル99にした結果、何の変化もありませんでした。以上、妖刀犬走りをレベル99にした結果でした。次の動画でまたお会いしましょう。